皆さんこんにちは。 AOS グループ代表の佐々木でございます。研究経済対策と不正会計、会計不正対策とホレンジック調査というテーマでオンラインセミナーを開催いたします。皆さんもご存知のように、今はコロナ対策ということで、さまざまな緊急経済支援対策が矢継ぎ早に政府から実行されています。そういった中で懸念されることは、実際に東北大震災の時に起こったことなんですが、そういった資金をですね、不正に受給をするというような行為が非常事態に紛れて、陰でその不正にその支援金を受給するというような事例が多発しました。で、今回もこのコロナ対策ということで緊急事態の対応を必死に行っている裏で、そのような不正行為が行われることが懸念をされます。実際に今この危機を乗り越えるために必死で対応している状態ですので、そういったその不正が裏で起こっているかどうかを十分にそのチェックをすることも難しい状況ではあるんですけれども、後になって例えば反社会勢力にそういったお金が一部流れていたということが判明しますと、企業は大きなダメージを受けることにもなりかねないです。じゃあそういった事態に対してどのように対応していったらいいのかと。一般的には不正の痕跡というのは普通に調べてもなかなか見つけることが難しく、後になって発覚をして大きな問題になるという事例が過去にもたくさんあります。そういったことを踏まえましてですね、今回はその具体的な対策とその調査事例ということで、プログラムは2部構成になっていますが、第1部は田辺総合法律事務所の吉峰先生より、会計不正のリスク対応と調査と、そしてデジタルフォレンジックスというテーマで講演をいただきます。そして第2部は私の方からオーディットテック、企業内ホレンジック、不正会計調査事例ということで、実際に具体的にどういうホレンジックの技術を使って調査を行ったかということについて解説させていただきます。どうぞよろしくお願いします。